2009年のオーストラリアの砂嵐は2009年9月22日から24日にかけてニューサウスウェールズ州からクイーンズランド州にかけてのオーストラリアの州と特別地域で記録された大規模な砂嵐である。首都キャンベラでは9月22日に、その後9月23日には幅5 0 0トル以上、長さ1 0 0 0トル以上の砂嵐となり、シドニーやブリスベイをはじめとして、 オーストラリア東部の市や町を襲った。NASA のモーディスを使用し分析した結果、9月24日に、ヨーク岬半島北端から、オーストラリア大陸南端までの3 4 5 0トルを覆ったのが記録されている。普通の日は、最大20マイクログラム、山火事の際でも500マイクログラム程度であるが、この砂嵐の際には、 空気中の微粒子の濃度は1平方メートルあたり15,400マイクログラムに達した。この砂嵐による空気中の微粒子の濃度は多くの市や町で史上最高を記録している。オーストラリア連邦科学産業研究機構はオーストラリア中央部の砂漠から1,600万トンにも及ぶ砂が嵐によって運ばれてきたと見積もっており、砂嵐のピーク時には シドニー北部のニューサウスウェールズ州の海岸沖で1時間あたり7万5000トンの砂がオーストラリア大陸から失われたと見積もられている。この砂嵐はアデレードやメルボルンに影響を及ぼした他の異常天候と同時に起こっている。宇宙からは雲が目視できた一方で地上では大量の赤葛色の砂嵐により太陽光が遮られ気温の下降が起こり、この現象は 核の冬やハルマゲドン、火星などと類似性を示している。オーストラリア気象局は、この砂嵐を、過去70年中ニューサウスウェールズ州で起こった、最悪の、プリティ・インクレディブルイベントと表現した。この砂嵐は、世界中で報告された。ウェザーチャンネルのリチャード・ウィタカーは、This is unprecedented, we are seeing earth, wind and fire together と伝えている。 砂嵐によって舞い上がった砂や土は、シュドニー湾やタスマン海へと運ばれていった。これは、海水中の窒素とリン酸塩の濃度を急激に上昇させた。この砂嵐の2週間後の測定では、植物プランクトンの急激な増加が示唆されたが、これは、魚類の個体数の増加につながると期待できる。一部の研究者は、同様の方法で海洋を計画的に不栄養化すれば、 貧困層への食料供給と温室効果抑制に役立つかもしれないと述べている。砂嵐の影響を受けた地域と時期を示すマップ砂嵐はニューサウスウェールズ州、ファーウェスト地域及び南オーストラリア州北東部で発生した。この地域はコーナーカントリーとして知られる乾燥した地域である。南オーストラリア州のエアコ地域やウーメラからもまた 発生源と考えられており、校舎はオリンピックダムウラン鉱山がある地域であるため、放射性物質や危険性のある物質が含まれているのではないかとされたため関心を高めた。オーストラリア気象局のニューサウスウェールズ州地域局長のバディ・ハンストラムによると、この原因は北部の強い低気圧であり、この低気圧が大陸の非常に乾燥した地域から、 多くの砂塵を拾ったものである。気象予報士のイワン・ミッチェルは9月22日に南オーストラリア州北東部で寒冷前線から発生した風が砂塵を舞い上げたと述べている。夜間になると時速1 0 0トルもの強い風が発生し、干ばつが発生していたニューサウスウェールズ州の地域においてさらに砂塵を舞い上げた。最初に影響を受けた都市は ブロークンヒルで2009年9月22日午後3時30分頃に暗闇になった。少なくとも一つの鉱山が閉鎖された。カウラでもまた報告されている。砂嵐はキャンベラを経由し、9月22日の午後までにはキャンベラ周辺地域を覆っていたが、その後の夜通しの大雨により洗い流されている。州内では火災放知機が砂人によりなり、 救急サービスの要求が増えたことが記録されている。また帰還自然速患者が病院に運ばれた。クリケットのボール台のひを伴う雨が発生したこともまた記録されている。砂嵐は9月23日の朝にニューサウスウェールズ州北部の海岸地帯に達した。コフスハーバーは午前7時までに砂塵に覆われた。コフスハーバー空港は午前9時までに視界が500メートル以下に なり、午前10時30分まで空港が閉鎖された。グラフトン及びクラレンスバレーは午前8時30分までに、砂塵の影響を受けている。この砂塵により、バリナ空港では、フライトの遅延が起き、またリズモア空港では、視界が700メートルを切ったため、フライトがキャンセルされた。地域の学校のラグビーユニオンの催しもまた、中止された。 9月23日午前6時20分シドニー郊外。朝焼けと混じり、空が濃代々色になった。午前8時頃までには色が薄くなり金色になった。この砂嵐により早朝の国際線は混乱した。ニュージーランド航空の早朝のオークランド、クライストチャーチ、ウェリントンからの便はシドニー空港へ着陸することができず、ニュージーランドへ引き返した。 これらのフライトはキャンセルとされ、その他のフライトも変更された。18便の国際線がメルボルン空港やブリスベン空港へと目的地が変更され、また他の6便がキャンセルされている。国内線は最大3時間の遅延があった一方で、国際便で最大6時間の遅れが報告された。閉鎖された M5 サウスウェスタンモータウェイのトンネルなどを含む多くの道路が混乱した。 ビルの建築現場は閉鎖された。フェリーサービスはキャンセルされた。カンターバリーパークレース場で日中に行われたレースは人気がなかった。多くの保護者が子供たちを家に留めていたが一方で、通学した子供たちは砂嵐に気を引かれ、学校もまた混乱していた。学校の遠足やスポーツ活動などは中止され、子供たちは休息時間も含めて室内で過ごした。 サジンから身を守る手段として、サジンに対し関心を持つ住民が買いに走り、マスクの売り上げが急上昇するなどし、とある小売店では、新型インフルエンザの流行時よりも売れたと、証言している。クイーンズランド州南西部のウィンドラでは9月22日の朝に指定が短かったことが報告されている。9月23日には、トゥーンバイアイプスウィッチなど、サウスイースト、 クイーンズランド地域において、指定が100メートル以下になった。ブリスベンも砂嵐の影響を受けたが、ブリスベン空港は、シドニー空港よりも指定が良く、問題は少なかった。ゴールドコーストは午前11時30分までに、砂嵐に覆われ、指定は500メートル以下までに減少した。健康管理面から、建築現場での作業は中止された。いくつかの地域で停電が起こった。 91の展望台は閉鎖された。車はヘッドライトを使用してゆっくりと走行していた。サウスポーの治安判事裁判所では火災報知機がなったため避難をしたが、砂人による誤作動によるものであった。フライトは出発は可能であったが、到着便は目的地が変更された。ビーチはパトロールのない地区では遊泳禁止の旗があったものの、解放されていた。 サウスストラドブルク島沖にいた二人の漁師が方向を失いヘリコプターで救助された。砂嵐は9月23日の午後までにセントラルクイーンズランド地域及びノースクイーンズランド地域に達した。しかしながら影響は大きくなく指定は4000から7000メートルあった。フライトは中断されなかった。砂嵐が覆った地域にはタウンズビル、ブラックウォーター、 ロックハンプトン、マッカイ、ケアンズ、カーペンタリアワンなどが含まれる。この砂嵐は、ニュージーランドの北島に低温をもたらした前線の、後の2009年9月25日の午前に、ニュージーランドまで到達した。これは、衛星、オークランド国際空港の大気観測装置及び、地上に積もったゴミにより観測された。他に、ノースランド地方、ワイカト地方、 ベイオブプレンティ地方、タラナキ地方などの北島で観測され、また、南東のウェストコースト地方でも観測されている。規模は小さいものの、同じ地域で2度目の砂嵐が発生し、2009年9月25日午後10時までに、ブロークンヒルやコーバーなどに達した。砂嵐は9月26日の午前4時から5時に、シドニーへ達し、環境保護局の大気質指数はハザードスから、 部屋へ変更されたしかしながら2度目の砂嵐は激しくなく午前中には解消された9月26日の午後にはブリスベンに到達し9月28日までに解消されたウィキメディアコモンズには2009年のオーストラリアの砂嵐に関するカテゴリーがありますありがとうございます